昨日の意味でベスト3です、はい、いや本当に今日はいい日だった。いや、ね、いいね、素敵な人ばっかりやって、今日は素晴らしいベスト3だ。そうね、さあ本当だ、うん、素晴らしいベスト3の後意味でベスト3、こちらも楽しみです ね。はい、まとめてばっかりでごめんなさい、池田正成君です。ものすごいエネルギーが蠢いている場所、おベスト3いいね。3位、活火山。すごいよね、あのエネルギー。そうだよ、あれ変えたらどうしようもないんだから人間は。すごいよ、うん、あれをねエネルギー変えられたらさ、世界中の電気つくよね。そうだね、うん、本当にそうだ、うん、2位、太陽。ああ、それ近づいたらもうエスケレンペイサーレンケーなくなっちゃうから、あそこ近づいたら1位、美人教師がいる男子校。それはそうさ、ものすごいエネルギーが動く。それは大変なもんだあげましょう。それも電気に使えたらいいのにね。さあ、相当なものだよ、ダムいらなくなっちゃう。何事もせき止めちゃいけないってことかな。そういうことかな。わらびしのネベッツ星人、嫌な検証ベスト3。あ、嫌な検証ね、検証いただくものね。そう、第3位、ラクダ2頭プレゼント。あ、辛いな、場所がないもんな。いらないし臭そうだよねぬいぐるみの、実物のぬいぐるみ嫌だよな2位、たわし8万個プレゼント。8万個やだな、3個ぐらいでいいな。嫌な検証1位、中村玉を一家と行く温泉旅行、3泊4日の旅プレゼント。でも一般の人は結構行きたいんじゃない、行ってから気づくんじゃないこれあげようよこういうことだったのね。そうそう、札幌の引き大輔くん、ワカサギ釣りをやってる時に怒ったら怖いことベスト3。お、3位、ワカサギが穴から大量に飛び出してくる。あ、ぶわーって怖いよ、怖いよね。2位、力士200人が向こうから全力疾走でやってくる。あ、氷が割れる。1位、隣の釣り人に日に日に荒れたにと問いかけられる。怖いねこれあげよう、これね。1位、あの3位が面白かった熊本の国見圭ちゃん、愛の貧乏脱出大作戦でよく出るお店のベスト3、うん、3位、ハンバーグ店、はいはい、2位、ラーメン屋、多いね。1位、水道メーター業者それはミノさんだろあげましょう。ミノさんそこの取り締まりやってる岡山県の田中亮君面白い言わなくていいよ岡山の田中亮君、うん、ゲレンデに多い忘れ物、うん、3位、ゴーグル、あるらしいね。2位、手袋、あ、うまいねこれは。1位、恋、あ、それ読めてたな桜市の原津くん、恋じゃないんだよ、錯覚なんだどうしてそう思うの。だって実際俺が生きてきて感じたことだからさ。それは奥さんのせいなの。シックスセンス、いや違う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 、どんな人と知り合っても大金少なかれそんなもんだよね。男っていうのは働いて働いて死んでいけばいいんだなんで死んだの失礼くらしまなんとなく不愉快な卒業式のベスト3です、はい、3位、卒業生が一番後ろの席。なんだよ、なんでだよ。何位、 PTA の会長が常に相棒を抱いている。やだなそれ、なんかやだ、釈然としねえな、納得置いてけよって置いてこいよ。1位、校長の初孫誕生祝いも兼ねている。まだまだそれの方がいいよ、あららとか言ってたら絶対人気の出ないヘビメタバンドベスト3、うんうん、3位、ジャイアンツの野球帽をかぶっている。いや分かんない、かっこいいかもしれないよ、人気出るかもしれないよ、面白いっつって。2位、誰一人楽器が弾けない。それヘビメタ以外のことだってそうじゃないかよ。1位、リリアンが得意。それは分かんないよ、これはいいじゃん、これあげよう、これバカすぎる、これ楽器弾けないってバンドじゃないじゃん。でもモンキーズ弾けなかった。モンキーズそうだよね、あれ無理やり作ったんだもん、アメリカの小樽市の猛虎伝説、改めのりしもライス君、うん、ペットで家の中で飼っていたら大変な動物、うん、ベスト3、3位、ハブ、それはだな。2位、ラクダ、でかいな。1位、松野明美、よくしゃべるよ大丈夫かな、おかしくて、あの人、あの人手が全部上っちゃうんだよ。そうそうそうでしょ、走るでしょ、そうでしょ、おばさんね、すごく普通の今風の格好してくるのに、そうそう、テレビ見てる時に急にあのシャンオッケーみたいなドレス着てコスタージュつけちゃったびっくりした。面白いよなあの人な、おいしい、おいしい、おばさんなんだよね喋りが
熊本県の猫背夫君、間の取り方が上手い人ベスト3。3位伊藤史郎さん。うまいね。2位愛し小石さん。お天才だよね。間の取り方が上手い人1位は転んだ子供。転んでから泣き出すまでの絶妙な間、素晴らしい。あの間ね、気づく。あとあのさ、高い高いでさ、って笑っててさ、傘かなんかにガーンと当たったのにさ、こう真顔になるじゃない、一瞬。それから泣くんだよね。あれがいいんだよ。何が起こったか分かんないのかな。そう。函館の YTJ 君。子供が生まれた時に看護婦さんが言う言葉はベスト3。3位、元気な男の子ですよ。あ、2位、21世紀の女泣かせが誕生しましたよ。そんなこと言わない。1位、お急ぎだったみたいですけど、あなたの車はレッカー移動されましたよ。バカじゃないの。何だろう。そんなこと言わない。言わない。来週も行きます。いいね、ベスト3。そうだね。まだまだ待ってます。